ちゃんは見た。見て、彼からのプレゼント。あんたも可愛かったら買ってもらえるのにね。そうだね。私の名前はツツジ。私には三つ上の姉ゆずりはがいる。姉妹仲は最悪。ただいま。ちょっと、冷蔵庫が開けっぱなしになってるわよ。誰が使ったの？やば、ママごめんなさい。さっきツツジが私の分のアイス持ってきてくれたから、きっとその時だ。私じゃない。ツツジ、またあんたね。ほんとボケてんだから。まったく、お姉ちゃんを見習いなさい。幼い頃からこんな感じで、美人で優秀で優しい姉と不出来でひねくれた妹という設定にされている。何よその目は。ブスが見てんじゃないわよ。あー、これ私も欲しかった服。厨房が生意気。ちょうだい。絶対私の方が似合うし。ダメ、それお小遣い貯めて買ったやつ。綺麗な服はね、綺麗な子が着るものなのよ。早く自立して、こんな姉がいる家出て行ってやる。それから私は大学進学を機に家を出て上京。その後、就職先の男性と婚約。ご無沙汰してます。戻りました。どうぞ入って。本日彼を両親に紹介するため久しぶりに実家に戻った。若松くんはその若さで部長なんだって。どうぞ。ツツジなんかでいいのかしら。この子ったら幼い頃から登録ってね。いえ、僕にはもったいないくらいですよ。大丈夫だよママ。ツツジはみんなの前ではとろそうにしてたけど、私よく妹に泣かされてたんですよ。そうなんですか。なんでお姉ちゃんそこに座るの。赤松さん手が大きい。何かスポーツしてたんですか。これだから本当は実家に連れて行きたくなかったのよ。お姉ちゃんちょっといい。彼にベタベタするのやめてよ。別に普通だし。てか赤松さんもデレついてたけど、それに私のこと好きになるのは当然じゃない。だいたいブスのあんたが私より先に結婚するのがおかしいでしょ。この人は全く変わっていない。でも確かに彼もまんざらでもなさそうだったのは事実だった。それから月日は過ぎ、彼が出張に行っている間に珍しく母から連絡が来た。ツツジ大変。お姉ちゃんの旅行先で大地震が起きて怪我を。それで赤松さんも一緒だったみたいで。え？すぐに彼に確認の電話をした。赤松さん、どういうこと？お姉ちゃんと旅行って怪我は？俺は大丈夫だった。ごめんツツジ、お姉さんに誘われてついごめん。旅行先で地震が起きて崖崩れに巻き込まれ、二人とも命に別状はなかった。ただ姉の顔の半分は無残なことになってしまった。その後赤松さん家族が私たち姉妹に謝罪をと実家で集まることになった。この度は誠に申し訳ございませんでした。ここでは何ですのでお上がりください。正直もう彼の顔も見たくない。え、黒木くんも来たの？うん、お邪魔します。ツツジさん、兄ちゃんがクズでごめんね。え、いやそんな。中学生なのに相変わらずしっかりしてるな。でもこんな場所に来ない方が。どうしてくれるんですか。まだ嫁入り前の娘の顔にこんな大怪我。ツツジも自分の婚約者が浮気しないように気をつけておかなきゃダメでしょ。え、私も悪いの？お姉ちゃんだけが被害者ってこと？っていうかこれは被災だし。あんたと旅行なんて行かなきゃよかった。訴えてやるから。ちょっといいですか。もともとは兄を誘ったのはゆずりはさんですよね。それにこれは事故ではなく天災で起きたことですよ。あと僕にも変な写メ送ってくるのどういうつもりなんですか。何？お姉ちゃん弟にまで手を伸ばしてたの？てかショタも行けたのか。ちょっとそれはまたお話が違ってきますね。赤松はともかく弟はまだ中学生ですよ。それはその赤松さんもお姉ちゃんもお互い様ですよね。浮気の証拠も揃っていますし、私があなたたちを訴えます。その後婚約は破棄、慰謝料も支払われ、実家とも縁を切ったにもかかわらず。女は顔じゃないって分かった。俺にはツツジしかいないんだ。何を今さら。遅いっつーの。てか顔じゃないって失礼でしょ。あ、弟くんからもメールだ。その後大丈夫ですか。うん、
慰謝料ももらって一段落したけど、またお兄さんから復縁希望メールが。任せてください。親に言って連絡禁止にさせます。クズ兄がご迷惑をおかけしてすみません。ありがとう。今はなぜか弟くんとメルトモになっている。ほんと、お兄さんよりしっかりしてる。ご視聴いただきありがとうございました。こんなことやっていたら、いくら見た目が良くても性格はブスですよね。はあ、こんなこと言ってたらまたコメント欄にヘトラちゃん毒吐いてて草とか言われるんでしょうね。でも思ったことを言っただけなんですもん。というか事実ですし、皆さんは思いませんか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。